はい、今日の一品です。まずはじゃがいも大きめを一つですね。ピーラーで皮を剥いていきます。はい、皮を剥いたら適当な大きさに切ってレンジで2分ほどチンして柔らかくしていきます。はい、揚げをくるくるっと巻いてトントンと叩くと切った時にきれいにパカンと開きますので、この中にこんな感じですね。先ほどのチンしておいたじゃがいもを潰して塩コショウして、とろけるチーズですね今日は。これを4等分にカットしてから、揚げの左右に広げて、この中に先ほどのポテトを入れていきます。はい、ギュッと押してオーブントースターでこんがり焼いたら、あとはカットして完成です。でチー巾着、チーズがとろっとなっております。はい、お弁当にどうぞ。あとは逆再生をお楽しみください。